レビですルビルです。東日本実業団駅伝解説東日本実業団駅伝、まあ、あのニューイヤー駅伝の東日本予選会ですよ、うん、あのコモディだの監督相澤さんから直々にコメント欄でね、まあ、いただきまして、うん、普段ね僕練習参加させてもらってますし、はい、コモディだ、まあ、全然 LINE とかでも普段してるんで、はい、まあ、なんでコメント欄と思ったタスキソリューションのやつで、うん、あの有名な陸上選手オリアンフォロワーがやつらがさ、はい、LINE でせえよみたいな会話をあのわざわざ Twitter のリプランでやってさ、なんかあのファンがさそれをいいねするあの嫌らしいやつよ。もういいねんって、あれもう当たってるだけやんあれで、まあ東日本実業団予選会っていうのは軽く概要を説明すると、はい、上位12チームがニューイヤー駅伝出場権を得られるんですよ。全国で、まあ、いろんな地方のやつがあるんですけど、はい、まあもちろん激戦区です。最激戦、最激戦です。はい、まあなんかニューイヤー駅伝のねその枠の話とか多分ごちゃごちゃしても、はい、別にそういうのが目的じゃないんで、今日も全チームいきますか。まあ24チームなんで、ね、24チームそう、はい、まあ24チームなんで全然いけると思うんで、ちょっと実業団のチームによってその解説の時間バラバラになると思うんで、はいはいはい、すげえ長くいくとこもあれば短くいくとこもあると思うんですけど、うん、行こうかなと思います、はい、じゃあ全24チームエントリー開いてください、はい、エントリーナンバー24番の下からいきます。ああ、わかりました。じゃあ僕がどんどん読み上げていくんで、はい、行きましょう、はい、まずじゃあ24番からいきます、はい、アスリートエージェント、これ知ってます？聞いたことないです。これないですよね、はい、これあれです、あの八木さんが新しく始めた、はい、あの新設実業なんです。あ、そうなんですか。知らん、いや聞いたことないです。八木ゆうきさん知らん。あ、八木ゆうきさんの名前はご存知？そうと、あの中谷のお兄ちゃん、はいはいはい、中谷圭介さんがコーチ、はい、アスリートエージェント。名前聞いたことある選手一人いました。誰？山口ゆうきさん。山口ゆうきさん、これ誰？これこれ花咲徳栄高校で自分の2個上です、うん、これはその左の子石橋康隆、はい、東海の先輩。あ、そうなんですか。そうそう、俺が1年生の時にタスキ渡した人、うん、6区7区で区間賞取った7区ですげえ。そう、まあ、ずっと石橋さんがそのまあちょっとヒーローみたいな4人抜きしたんよ結局、15位から11位まで4人抜きした、はいはいはい、だから石橋さんはすごいヒーローみたいな感じだけど、はいはいはい、これはちょっとまず言わしてほしいのは、俺が6区でスタートした時、うん、15位スタートで14位が1分前におったんよ、うん、はい、わかります、はい、で14、13、12、11はまず近かったん、そうけどまず1分前に見えない状態だったんですよ、うん、けど俺が渡した時には1分前が14位じゃなくて1分前が11位になってたんですよ、うん、じゃあもうわかります。だから11、12、13、14が でこうやったんを、はい、こうしたんですよ俺がで4人抜き、うん、で区間賞、最高のアシストします、ね、アシストなんですよ。5年前の出来事やのに、うん、未だに俺は石橋さんに言うわけですよ、はい、これは俺のアシストやと、うん、けど石橋さんはいやあれは俺が走ったみたいな、そんな感じっていうのをもう5年やってますそのくだり5年やってこのくだり5年やってます、はい、あのめっちゃいい人っす。あ、ほんですか。めっちゃいい人っす。あ、佐川にいたんですけど、はい、佐川から移籍したって感じですね。まあ多分結構新卒1年目みんな。あ、そうなんですか。今年はじゃあまあ本当試しじゃないですけど、いやまあ初めてやからね。あ、そうですよね、うん、でも戦後とかは結構力つけてるんで。そうなんですね。ということでまあ次行きましょうか。はい、スバル。あ、スバルって途中棄権したやつ去年。去年しました。そうやね、だからこうによるんか。ほんま強いよなこれな。ほぼ聞いたことあるやろさ、うん、清水寛太。あ、これめっちゃ強いな清水寛太さん。最近えぐいっすよね。しみかんさんね、やばいやろ。13分20いくつで走ってましたねこれっすよ。住吉さんね。俺住吉さんあれよ、結構一緒に走ったこと何回もある。あ、そうなんです、ね、これ国士舘の人なんやけど、はい、めっちゃハーフの人だよ。ハーフタイプ。ハーフマラソン。ハーフマラソンタイプね。あ、そうそうそう。ハーフマラソンタイプやから。はい、かぶる。あ、なるほど。そう。キャラかぶりじゃないですか。そう、キャラかぶり。住吉さんはマジでレースかぶりするから。けど結構スパートあるから、はい、大体ちょっと負けてた。来ました。あ、鈴木和彦さん。我が師匠。我が師匠。マジで好きよな、鈴木和彦さん。いや、好きも何も、部屋、うん、超ヘアコだったんで。あ、そうなんや。はい、勝彦さんにも自分はもう陸上教えてもらいましたけど、まあ、うん、悪いことも教わってるんで後輩思いでいい人ですよ。あ、まあまあね、そりゃそりゃそうでしょ。お前がそんだけ慕っとんやから、はい、国川怒られるじゃない。麗澤え、知らん。知ってます。知っとるよな、はい、麗澤国川ね。てなんだろ、勝彦さんのストーリー出てきました。あ、そうか、鳥海。あ、これ、ね、提供、これ提供やな。提供、提供やな。聞いたことは聞いたことない。これ自分の同級生の同級生です。高校時代。高校時代。なんだ同級生の同級生。同級生やそれ。なんだその。JP 日本、あれ郵政、日本郵政、日本郵政ってあったんすか。男あんの。男子男子あった。男子あった。日本郵政男子あるよ。知らんかった。え、ユニフォーム一緒なのかな。どうなんすかね。え、鈴木愛子とかおらへん。いや、おったらやばいでしょ。わかん、実力はわからんけど、2枠余ってるんで誰か、うんうん、女子2人ぐらい入れれるね、はい、鈴木愛子入れようや、はい、区間ビリじゃないでしょ多分鈴木愛子走っても、うん、で次トラック東京。あ、トラック東京ってこれあれなんや、クラブチームじゃないんや。なんかね、ランニング系の。そんな感じのテイストの名前ですもんね。だからダニエル・ムイバキトンにおるもん。この人あの日大のやん。あ、そうなんですか。昔おったやん、山登りでほらあの
すっごい寒い、あのなんか完全防寒、そうそうそう、完全防寒した人やん、ダニエル・ムイバクトに。あれ話題になったな。びっくりしましたね。あれすごかったな。寒いの苦手なんですよね。そう、でもなんかレース後のコメントで、暑かったみたいなこと言ってた。そうなんですね。そうそうそう、はい、じゃあ次行きましょう。NTT 東京、あ、これ俺の大学の先輩おるよ。本当ですか。小林和也さんと、あと成源さん。あ、2人、成田源一。2人いるんですね。そう、2人おる。小林和也さんは西脇工業で、はい、成田さんは佐久長聖。成田さんはラフィネから移籍してきてる。はいはい。水浦匠とこれあるじゃない、あの豊川高校で宮古で優勝したメンバー。はいはいはい。アベック優勝した時よ、女子と6か7区のどっちか、5キロ区間の人、ね、ちょっと髪の毛がなんか長い感じ。へー。土屋さんが多分どっちかないね。土屋さんって人と水浦さんが6か7区やったと思うよ。19番新電源。新電源あるよ、この辺すぐ近くっすよ。そうそう、はい、これあるじゃない、田中流星。俺田中流星、東海の、え、東洋、東洋だ、東洋の5区、田中流星や。え、しかも小林幸王ってこれ筑波の、筑波のあの早いやつ。すごっ、全然キャラ真逆やん。田中流星とかもスピードゼロみたいな走り方してるけど、うん、え、田中流星おるんや。俺田中流星喋ったことあるで。あ、マジっすか。うん、小川駅伝で同じ区間走って、俺が先頭走っとって1分半ぐらい後ろからその田中流星が追ってきたんや。はいはい。で、田中流星は区間新記録と同じタイムで走ったんや。けど俺が区間新記録を1分更新してたんや、前で。だからでも見えへんから、はい、田中流星は自分結構ええ走りしたと思ってた、うん、レイリーさん見えてこんかったから、うん、そんなに差は詰まってないけど、はい、区間新やから俺めっちゃええ走りしたと思って、うん、田中流星がゴールした時に田中流星が、はい、いや27分なんぼとかで、うん、27分なんぼでしたみたいな。で、結構なんか、いや結構手応え感じそう、出てたけど、え、なんぼでしたっつって、いや、俺26分7みたいな、合ってるみたいな。ほんまに早く止めましたよね、そうそうそう、ぐらいの。だからそこで初めて喋ったのかな、うん、って感じですね。自分でも話したことありますよ。あ、そうなんや。6台が記録会みたいな。はい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 、わかります。わかります、わかります。いた時に、あの補助員で。あ、なるほど、補助員同士で、はい、あ、そうです。はい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 、あるある、出会いの場ね。はい、それで出会いの場ね。あれ、その合コンみたいな。え、でもそうやろ、はい、陸上選手の男女の出会いもさ、大体あるじゃない、でっかい大会の補助員とか。そうそう、補助員か応援の時、いや、はいはい、友達の友達みたいな。あ、カンカレの時結構あるかもしれない。なるね。後ろの方で結構やカンカレ合コンということで、次行きましょう。ラフィネ、ラフィネもね、東海ですよ。黒柳さんね、黒柳俊也、富田さん、これ富田さんってこれ西鉄におった人で、ラフィネってだってマッサージしてますからね、あの店舗の出勤務してますよ。この方たちがマッサージする。あ、そう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 、確かね。今は知らないですけど、そのちょっと2年前ぐらいまで僕が聞いた話だと、はい、もう店舗でマッサージしてるんですよ。そういう企業なんで、あのカロさんもこれ、クレイジーカロさん、ラフィネ、ラフィネ。あ、そうなんですね。そうそうそう、だからあの人もちょっとケアとかできるんじゃない。選手同士でできますもんね。そうそうそう、もうペアマッサージでね、できますから、はい、で次いきますか。自衛隊、お、まず最初に来た石田さん。いや、好き好きですか。見た見た見た、石田、城西石田のあの櫛部監督がってやつ見た。完全なドラマですもんね。めっちゃ見た、あれもう俺もう10年前ぐらいよね、うん、もうマジで見た。もう石田さんめっちゃ好き。いや、もちろん喋ったことはないよ。自分もないんですよ。ないけどな。自分もないんですけど、あれ俺がさ、言ったら中学生ぐらいの時やから、はい、一番好きな時、あ、一番駅伝好きな時から。もしかして憧れました。いや、ちょっと憧れジョーさん憧れた。え、結構マジでジョーさんかっこいいなと思った。あれ、うん、いやマジで、ね、見たことない人いたら見てください。 YouTube ありますもんね。いや、あれめっちゃ回ってるやろ最初、はい、多分ジョーさん石田亮、はい、本当に感動の話があるんで、もう話すと長くなるんで、うん、いいですけど、 YouTube で多分石田亮って多分調べた、はい、これ石田なんですよね多分ね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。いや、解説の人いつも言ってますもん、はい、石田石田って。あ、この人知ってる、ま、山本東洋大学で、はい、滋賀学園。あ、そうなんですね。滋賀学園の割と一人だけ強かった選手。へえ。でそっから東洋大学行って、はい、って感じで。まあそんなに伸びんかったんやけど。でも竹下さんも東洋ですよ。竹下和樹。へえ、そうなんや、はい、あ、じゃあ東洋ちょっとおる感じかな、はい、これね。大体その色近いグズグやん、はい、その監督が出身校とかやったら、ね、とかやから、まあまあなんかあるんかもしれないですね、はい、で行きましょうか。警視庁、あれ警視庁って、あ、佐藤亮太さん、大エースでしょ。田無城さんの仲いい人ですね。あ、そう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 。まあでも田無城と仲いいとかいうレベルじゃないけどね。シンプルに選手としてめちゃめちゃ強いからね。ハーフ61分ちょっとでかしょ。あ、そうなんですか。そうそうそう、レベル違うよこの人。めっちゃ強いじゃないですか。そんなマジの人、マジの人。お、山田光、山田光や、山田光、順天の山登りの人やんか。あ、そうなんですか。ちっちゃい人で山を攻めるって書いて山田光で、区間一桁5番とか3番とか言ってるんですよ。全然名前で選ばれたでしょって言いたかったんですけど、実績ちゃんとあるんで。めちゃくちゃ早いです。はい。で、その右が名村さん。これ姫路の人。あ、そうなんそう、これ知ってます。高寺、高寺中学校、高寺中学校、西脇工業、中央大学。高寺中は強いんですか。高寺中はそんな強くないです、はい、緑のユニフォームの高寺中学校ね。いやいやいや、姫路市民みんな笑っとうかもしれない。僕の元カノ高寺高校でしたけど。はい、次行きましょうか。小森コーポレーション。小森コーポレーション。神戸、駒沢の家。聞いたことありますね。うん、ちょっと顔丸い感じの人よ。顔は出てこないです。あ、マジ、はい、顔は出てくるね、俺。でも新卒ですか。新卒です。この
これ結構有名な人おるな。難波公平でしょ、はい、順大。専修大松戸。あ、専修大松戸、はい。そう、専修大松戸のやつですよ、こいつ。こいつ早かったです。福岡来る感バカ早かった。へ、え、ぇ、ーうん、戦ってるんですね。うん、で、一山翼。この人埼玉出身です。あれあれ埼玉医科大グループじゃなかったっけ、一山翼って。あ、確か。え、確かに。あ、移籍したんや。あ、ごめんごめん、そこリサーチできなかった俺。ババユースケ。あ、ババユースケ。ババユースケ、俺が1年生の時の箱根ロックで、俺より2秒ぐらいだった。区間俺の1個前。あ、はいはい。拓大、拓大。で、小笹さん。はい。まあ、まあ、これは有名ですよ。まあ、説明不要ですね。まあ、金森さん。これもあれですね。金森さんは拓大。ちょ、拓大拓大多い、拓大多い。え、だって監督、岡田監督やん。あの。え、元拓大の監督。拓大のあの、おじいちゃんみたいな人。え、じゃ結構年じゃないですか。そうよ、70超えてるよ。あれ、あれ監督なの。大丈夫ですか、知らない。大丈夫かどうか知らないけど。練習に今日ちょっと体調不良でとか言って来れない時もあるじゃないそっちのね、はい、その体的にそっちのねそのチームの運営がどうこうじゃなくて、はいはい、あ本人がね、はい、まあそれはね怖いでしょうけど、はい、じゃあ次いきますか、はい、じゃあプレス工業、あプレス工業ね、プレス工業の方もでも聞いたことないな。プレス工業って結構地味に通ってるんですよね。稲毛優太、これがね、国学院です。で大川、はい、でこれが神奈川大学、はいはいはい、大川さん、ちょっとこうなんかつま先走りでこうちょん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 と走る。で茂野誠也、これ有名でしょ。聞いたことない。なんか名前、3000m 障害のあのセーサー道東大学、北海道の大学ので 3000m 障害で活躍した選手ですよ。橋本龍一も、橋本龍一はあれじゃないですか、見たことあります。あの沿道走ったやつやん。順天でしたっけ。そうそう、順天で、あの全日本大学駅伝でコース間違えてコースから復帰しようとしたら、あの沿道走ってたまずこれが道路ですと、はい、ここをこう走ってくるじゃん選手がね。で沿道がここにあって、うん、道路があって沿道があって、こっち見てるやんみんな、うん、頑張れ頑張れってここを走ってる。そうそう、だから沿道の人からすると頑張れっていうのがあったんです。まあ映像残ってると思います。結構面白い感じだったらしいですね。でまあその右、高田凛太郎ですね。もう一番見たことある名前です。高田凛太郎か。まあこれはもうするで。次行きましょう。八千代工業。あ、これあれやん。岡野祐樹ってこれ、工場館高校。工場館高校から日大行った人ですよ。山本達也さん。女性です。白桃哲也。これあれやん。駒沢の。駒沢自体がそんなに強くなかったかもしれない、はいはいはい、その時は。あの、シードとか落ちてた時あったやんか。はいはいはい、あの辺の時代の人やん。下さんとか。あその前後前後。はい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 、あ、中島哲平調査じゃん。あれ違うかったっけ、中島。哲平くんなんで、同級生のあの、浩平さんの弟っす。あ、中島浩平さんの弟です。ああ、ごめん、はい、ごめん。これ、東洋国際です。あ、そうなんや。はい、あ、これ、ごっちゃになってたわ。吉原良太郎。これ、拓大かな。これさ、外国人さ、はい、分からへん。記入、記入、カタカナでお願いします。仕方が読めへんねんけどさ、マジで分からんわ、八千代工業の人。12番。コモディだ。あ、出たー。よっしゃ。1区開会、2区開会、3区開会、4区開会。5区も開会、6区も開会。反則負けです。すごい、皆さん、顔と名前が一致するのが。確かにもう見てるからな、そう。いやでも女子コモディださ、落ちたやん、21位で、はい、すごかったで、ツイッターもうコモディばっかり。マジっすか。あ、そう、もうめっちゃコモディばっかりやったもん。じゃあ応援めっちゃ応援されてるんですね。そうなんよ、発信してくれますからね。なんか親身になって応援できるっていうか。そう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 。陣之助さんってどうなん、調子大丈夫？最近なんかあんまレース出てないイメージあるけど、調整してんのかな。どうなんて言われても本当に分かんないです。本当に分からん。本当に分からんす。まあでもギリですからね、ラインとしては。あ、そうですね。そう、ラインギリですよ。でも一応2年連続行ってますもんね。行ってる行ってる。競り勝ってるじゃないですか。いやまあそうやね、そうやね。うん、しかも稲田さん入ってるから、はい、次行きますか。ND ソフト。え、この斉藤亮っていうのは、あの、秋田工業の斉藤亮じゃない。違う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 。したわけじゃない。違う違う、これ大東でしょ。すいません。だって川崎さんおるやろ。川崎さん知らんのお前。知らんの。髪の毛銀色の人やん。青学出身の。え、待って、大迫さんとかと練習した人っすか。あ、そう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 。吉田優也とかなんかそう、あの銀の人よ。結構ヒゲも生えてて、そう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 、ちょっとがつい感じで。わかりました。そう、チャラい代表走ってる。あ、そう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 、そっち系の人ですよ。で、あとまあ三竹さんね、三竹博士、これ中央学院の人よ。で、安藤俊、これ神奈川大学ですね。秋田工業でしょ。じゃあ次行きましょうか。埼玉医科大グループ。宇沢俊介ってこれあれだ、大東でロッカーしてたわ。内田健太さんっていうのは埼玉栄の。内田健太、はい、長山瑞希とか有名じゃない。中央学院で軍事の後輩やから、はい、那須拓洋や石渡博と、あ、石渡も俺結構喋る。中央学院、これも中央学院、歩夢も中央学院でしょ。だから中央学院ばっかり。中学院多いですね。めっちゃ多い中央学院。ここ監督は中央学院とかってわけでもないですよね。うーん、なんか関わりよ。石渡さんって人が選手兼監督ではないですよね。なんでなんか柴田さんって名前聞いたことあるなって。ほんまに？はい。あ、そうなんかな。選手兼監督？そんなお前、はい、いいのまやみたいなことせんの。え、でも埼玉行かないで。あ、ほんまに埼玉行かないで。あ、そうやそうや。終わっちゃいますよ。あ、そうかそうか、はい、そうか。入れておくだけ入れてるかもしれない。枠、はい、空いてるから。はい。みんな調子悪くなったら俺行くぜ。そうそう、最低みたいな。最悪行くみたいな。いいのまやさんも絶対走りますけどね。うん、そう、いいのまやさんはそもそも強いから。はい。それ全部入れたらいいんだ、ケツニ監督。いきますか。はい。サンベルクス。はい、岡本雄大さんね。岡山工業ってとこで、まあ、全く強くないです。
全く強くない高校なんですけど、はい、中学行って、はい、JFE 行って、はい、で移籍して今サンベルクスですね。いやもうこの人は俺も高校の時から結構あの都道府県とかで、はい、うん、お世話になってます。そうそう、あの行ってる治療院一緒やし岡山の時に行ってる治療院が一緒やったね、うん、岡本さんね。じゃあ今その治療院に結構写真とか飾ってあったりするんですか。いや飾ってない飾ってない、うん、僕ら別にそんなんなんか残してないしな。ユニフォームにサインとかない。あーない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 、ない。まあその治療院とはよく俺の活躍見てくれてたみたいですね。はいはい、うん、別に行ったりはしないですけども。桃沢さんってあそう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 三工業から移籍したね。そうですね、三工業からサンベルクスね。はいはいはい。ポールタヌイ、ポールタヌイ、えポールタヌイ、えポールタヌイってポールタヌイって宮殿校、宮殿校のポールタヌイ。これガチで、えサンベルクスじゃ強くない。あ高木俊夫さん、これ俺で東海の先輩で DNA が解散したんや、はい、あの時に、はいはい、あの時に移籍してきた DNA の方だからずっと。で次行きましょう。コニカミノルダ、西池さんね。結構走れる時と走れない時の差激しいんですけど、ガナハカズマ、これは日清から移籍した人ですよ。大山さん、これは 3000m 障害、大牟田高校で 3000m 障害で強かった人や。まだ全然強くない時の創価大学ね。はいはいはい。で福田健志さん、これも須磨学園ですね。坪池、あロックで競ったわ坪池。わかりますわかります、自分も見てましたもん目の前で、うん、この米光さんって、あの大牟田から創価行った人や。一緒やん、だから大牟田から創価行った人やって俺2回目この1分で2回言った。人生でそんなないよ、うん、大牟田から創価の人やっていうこのコメントね。でまあ名取ですね。来ました。うん、あと星、あの提供のザ提供みたいな人、あの9区10区とかで道に走ってくるタイプの、うん、こいつと小森亮太がヤバいのっぽいやつやね。小森亮太ってどこ行ったやろ、ちょっと忘れたけど。 JR 東日本、はい、園田さん、駒沢ね。なんか駒沢多いな、はい、強いな。なんかあの高校でいう学校しかみたいなさ、はい、実業団行っても意外とおるな、うん、寺田夏樹さんね。うわこれも好き、昔好き寺田夏樹さん。あの道間違えた人よ、寺田交差点間違えた人あの人か。俺らのもう世代やん超世代よな寺田さんは大好きでしたよ。俺と国学院行きたくなったもん寺田さん。あ、そう、あれですか、うん、好きやった。何がすごいってあれでちゃんと勝ったんすね。あ、そうそうそう、獅子倉、獅子倉やん、獅子倉って早稲田の獅子倉やん、はい、あ、そうなんや、JR 東日本なんや。ムソニムイル、ムソニムイルで創価大学やったっけ。そうですね、ね、創価なんか多いな、はい、じゃあ次行きましょう。6番カネボウは矢野圭吾さんってまだやってるんや。めっちゃ古くない？そんな長いんですか。そう長いよ、矢野圭吾さん。日清おってさ、佐久長聖やったかな、ちょっと存じ上げない。結構まあまあ俺がだって子供の時に好きやった感じの人やから、はい、その見てた人やから結構息長いね。正直自分中学の時全然箱根とか見たことなかったです。そうなんや。平和馬さんぐらいですね。ああなるほど。 あと鈴木ゆき、これあれ人大の。知らんのお前。知らん。鈴木ゆきさん知らんのか。野前さんはわかります。あと前田蓮也。あ、ま、え前田蓮也え前田蓮也走る。前田蓮也さんわかります。前田蓮也出るのどうなんすかね。でもどうなの、エントリーはされてますよ。1区キロ4とかで進んだら前田蓮也区間賞取れるけどね。800、1分40秒だよ、ね、え前田蓮也ってもう長距離転校しても今。そうなんや。どうなんですかね。長谷川修ってこれあるよね、専修大学のえぐいやつよね。あ、そうなんですね。そう、えぐい人よ。専修大学一人でめちゃくちゃ速かった人、うん、まあその箱根とかできない時、はいはいはい。まあ池田洋平、池田洋平、ね、池田洋平行くんちゃいます。池田洋平は行くでしょ、はい、もう走るでしょ。これ強いっすかね、ほんとに、うん、普通にトップレベルよな。じゃあ次行きましょう。日立物流小松洋平、え、あれ小松洋平って日立物流行かんかったっけ。なんで入ってんの。あれ日立物流小松洋平行ったけど入ってへんやん。なんで、なんかあれやな、故障。いやでも入れるでしょ、だって枠余っとりますもんね。余っとるやん、なんで入ってんの。なんかあかんのかな。いや分からんけど。越川、うわ越川おるやん。東京実業人大、あ、はい、越川健太、あのちょっとでかいやつやん。知らん。いや分からんす。え、マジお前全然知らんな。全然知らん。なんで陸上チャンネルやってんだって話です、うん、長戸さん、長戸さん分かるでしょ。山梨学院やお前。下の名前聞いた。長門さんもわからんのお前。小町さん日体大ね。栃木渡るわかるやろ。栃木渡るさんはわかりますよと思ってましたこの人わかりますって。栃木渡るさんはわかりますね、はい、僕も都道府県駅伝でビューンって抜かれましたね思い出あります。うん、思い出はあります。もう設楽啓太さんとかもこの辺はわざわざ噛む必要ないでしょ、うん、次行きましょう。ヤクルトね。ヤクルトさっきおったで。小倉さんさっきおったで、はい、1時間前に小倉雄介さんあったで、うん、高宮さんっていう人も結構年の人じゃない。あの上司なんですよ。あ、そうなんや、はい、レジェンド系。はい、なんだレジェンド系ってだから結構30過ぎてからやってる人みんなレジェンドになってますよ。あ、春日さんもね最近出てないですけどね。あ、聞かないですね。ホンダなんかさ、もう この辺になってくるとさ、はい、なんかちょ俺らがさこうなんか口出しするような選手おらんくなってきてない、だんだん触れてはなんかねずっと土下座しながら喋らなきゃいけない。誰いきます。じゃあ足輪さん。うわ懐かしい。足輪後世のこの人か。そうさ、めっちゃ背でかい人。まあこれはまあここもほんまいじる必要ないぐらい有名な人ばっかっすね。いより頑張れ、うん、出ないけど小袖ね、はい、はい、小袖好きやからの俺
です。こそで好きやからな。何回も言うけど。もう他の動画でも言ってるけど。顔が好きですか？顔が好き。こそで勝手に応援してる。全然面識もないけど。あ、本当ですか？こそでは押してます、僕。次行きましょう。GMO。村山浩太さん入ったもんな、GMO。そうですね。これがね、はい、味噌。まあ、優勝候補やからな、完全に。あ、GMO 優勝候補なんですね。優勝候補よ、そら。どんだけおると思った、お前。確かに。林圭介さん最近見てないな。ガチ、メンツエグいな。林圭介さん最近見てなくない？はい。林圭介さんって青学でしたっけ？そう。あの、なんか7区で区間新出した人。じゃあ最後行きましょう。富士通。賞味、ここの優勝は揺るがないと思ってるんですけど。まあ、確かに、ね。はい。富士通ね、なんかさ、ちょっといじられてんねんか。あ、そうなんですか？そうやねん。なんか富士通の選手、はい、ちょい俺のこといじってんねん。あ、そうなんですか？この大森さんがさ、はい、この大森さんと、あと、もうやめちゃったんやけど、はい、去年おった選手と、はい、あともう坂東さんが、もうこの辺が、なんかちょっと、なんか俺のこといじってて、なんかその何選手の、はい、いや、俺それ坂東さんが言ってたんやけど、はい、この間会った時に言ってたんやけど、なんか選手の誕生日会とかの時に、はい、あの、俺の歌ってみたとかを BGM でやたら流すの。めっちゃいじられてるやん。そう、めっちゃいじってんねん。めっちゃいじる。そうやねん。じゃあチャンネル登録してください。お願いします。はい、ということで、でですね、本当に上に行けば行くほど、まあざっくりね、うん、はい、ちょっと上に行けば行くほどあんまりなんかちょっと俺らが、はい、うん、語れるとこなかったんですけど、はい、でまあもう順位予想とかはなしでしょ。そうですね、うん、でももう優勝だけ決めてって言われたら言えます。せーの、富士通であるから、うん、そうやね、もうこれは予想してもしゃあないんで、うん、まあ多分なんか普通に富士通行きそうやなって感じもしますけど、はい、あとはだから先輩が頑張るところを見たいんで自分は、うん、そうやね、応援したい。もうここは予想じゃなくて、はい、まあまあコモディなんとか順位抜けてほしいなっていうところと、はい、自分の関わってきた人たちがいい走りしたら面白いよなっていうぐらいの、うんうん、感じで見ていきたいですね、はい、楽しみに見ましょうか、はい、テレビ放送はね確かないんですよ。あ、そうなんですね。ないです、ないです。あ、いつもあれか、ライブじゃなくて、ライブじゃない、そう、あれなんか終わった1ヶ月後ぐらいに、そう1ヶ月はないだろ。1ヶ月はないの、もう始まる前に言うやん。1ヶ月はないよ。お前もうなんかいろんな駅伝終わってるだろ。でも開催地は我らが熊谷なんで、埼玉なんで毎年。あ、まだ今年もそうやろ。そうです。あの駅伝周回コースなんですよ。あれでしょ、あのなんかトラックの、そうなんです、スタータンやろ。あ、スパイク履いてもいけるんじゃないの。無理でしょ、マジで。いやいや、じゃあロード駅伝やのに、はい、全部タータン敷いてあるよな、はい、あれコースにな、はい、うん、周回コース、ジョギングコースやから、はい、いいんかな。いや、逆に。でも、でもあれないですか、コンクリ一切つなぎ目。はい、いや絶対ありますよ。いや、でもつなぎ目ぐらいやったらさ、まあ、三浦隆二ぐらいやったらさ、ブーンって言って飛び越える。ブーンって言って一人しか無理でしょ。まず三浦隆二も無理っすから。まあまあ、その空我慢してもらって、3歩ぐらい我慢してもらってさ、いや、どうドラゴンフライで行こうや。どうなんですかね、ロードでスパイク履いたらあかんってルールってある？なくない？ないと思います。ないよね。いや、だから多分ええんやわ、その突起物のついた靴を履いてはいけないみたいな、はいはい、ないでしょ、暑さだけやから、ルールは。そう、じゃあ行けるやん。いや、行くやつ、行けるやん、お前。行かせようとしてる。誰か一人、ちょ、誰か、ちょっと待って、いけそうなやつ、いけそうなやつ、ちょっと選ぼう。スパイクで行ってくれそうな声優を。海外はね、行かないです。いや、海外ね、結構面白いキャラですけど、はい、意外と誠実なんですよ。あ、なるほど。そう。堅実な走り。あ、そう。で、あの、性格もそんななんかド派手なことするのが、好きなタイプじゃないんですよね。はい、意外と真面目なんで、なるほど、なるほど。そう。根は真面目なんで、海外はやらないです。あー、ということで、もう楽しみっすね。頑張ってください、皆さん。選手の皆さん、応援しております。実業団駅伝の予選会動画は、まあ、東日本だけということで、うん、まあ、他はちょっともう、手に負えないんで。もう、やっても手に負えないんで、うん、もう、東日本だけですけど、はい、11月3日、スタートということで、楽しみにしてましょう。はい、終わり。あざした。あざした。はい。